魔鋼の匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼だまりは近い。行こうぜ。クラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、お年目の時間で助かったぜ。
りしろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。を指揮するシンナカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶがいい。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンナカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、他の大将を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番マコード爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民に飛び切りの娯楽を提供してクライマックス。デカブス、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。熱増するぞ。悔しい。ハイデッカー増加距離通達。いやいやいや、そうはいくかよ。おう、公開制裁ってあのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、
悪くない。ハイデッカー洞窟より通達、速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返す、速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ、絶対だ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。緊急ロックも閉じ込められあの部屋から。めんどくさいことしやがる。あの先には整備を邪魔したお宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの。仕組みは簡単、レバーを同時に。ここは任せて。俺がここだ。お前は現在、緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ、俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、クソ。まあ、二人ともよく見てね。行くよ、せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃーやったね、すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなるものも多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ、浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見ぬふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国部隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。
隊だと。なんだそれ。ガハハハハハ。ネズミどもには理解できない。いい、これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。よって爆破のタイミングも、あ、神羅が決める。賢明。全市民の敵アバランチ、ブータイとの共闘には最初は明らか。貴様らを即刻粛清する。頼りにしてるからよ。Come on!
もうすぐ爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。